はい、どうも。今回はですね、ダイソーの方でちょっと気になる商品見かけたんで、また購入してきました。今回購入してきた商品なんですけど、こちらの商品ですね。バーナー多目的ライター。こちらダイソーなんで、価格いろいろなんですけど、今回330円の商品になります。もうワンサイズね、220円の商品で、ワンサイズちっちゃいのが置いてあったんですけど、今回はこちらの330円のちょっと大きめの方を購入してきました。ダイソーオリジナルっていうわけではないのかもしれないんですけど、一応まあ、販売元、タイメリージャパンっていう会社さんみたいですね。ですね。で、これ、多分ガス、もう注入式、何回も繰り返し使えるっていう点で、注入式のガス、こういったガスボンベ、100均に売ってるんですけど、こういうのを使って、追加で補充ができます。はい、なので、まあ、経済的というかね、結構ずっと使えるのかなとも思うんですけど、そうですね、ライターっていうよりも、こういう、多分炭につけたり、バーナー的な使い方が多分できるタイプの商品かなと思ってたんで、ちょっと気になって買いました。じゃあ、中、ちょっと一回見ていきたいと思います。はい。こういう、手のひらサイズの商品で、ここに火力調整効きますね。で、ロックがついてて、着火ボタンがここにあると。で、一応今もこのオイルっていうかね、ガス入ってますんで、スタンドがついてますんで、まあ、これをつけておけば、立てて置いとくこともできるという、こういう感じですね。で、このスタンド自体も、つけたまま多分注入できるように下が開いてますんで、用途に応じて、まあ、中身のね、残量チェックするときは外せばいいんで、まあ、基本つけたままでいいのかなとは思います。じゃあこのロック一度解除してみて、このロックもね、そこそこ力いるんで、簡単にロックが解除されてるってことはなさそうですね。はい。で、作り自体も結構しっかりして、接続が緩いっていう感じもないです。で、ちょっとつけてみますね。これ今多分ね、メモリが真ん中ぐらいなんですけど、一番ちっちゃいメモリにしたら、ここ見えますかね？これが一番ちっちゃいバーナーですね。で、火力を最大にしてみます。と、こんな感じで。まあ、ね、大型のガスバーナーとかに比べると、やっぱりちょっと火力は弱いんですけど、まあ、ちょっとした、炙りとかの料理に使うとかね、焚き火の時の火付けにとか、炭に火をつける時の、まあ、ちょっとしたアイテムとしてはいいかなと思います。まあ、欲を言えば、まあ、どっかストラップが付けれるとか、もうちょっと何か、あともうちょっと火力が最大の時でね、バーナーの火力があればもっと言うことないかなとは、まあ、正直思いますけど、まあ、使い捨てじゃないんで、そのあたりが、おすすめポイントかなと思います。ね、そんなに重量も重くないんで、まあ、手のね、手の握った感じも、握り具合もね、そんな悪くないんですよ。はい。まあ、こんな商品になります。これ台なんですね。で、220円でもうワンサイズちっちゃい、これぐらいのサイズのものも売ってましたんで、また、こちら気になるっていう方は、これはダイソーの方で買いましたんで、ダイソーさんの方に足運んで探してみてください。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら購入して紹介してみたいと思います。それでは。